MacBook Air みたいなノートパソコンが4400円で売ってる。カピラボ。皆さんどうもこんにちは、おかぴです。本日はこちらを買ってきました。はい、MacBook Air です。ここにそこはかとなくリンゴの残りがあります。最近の MacBook Air には 2way ってモデルがあるんですね。ここにロゴが入っています。という冗談はさておき、こちらはハードオフで購入してきました。メーカーはチャイナの 2way ってメーカーです。明らかに防射を意識したフォルム、そして質感、結構な軽さと薄さを兼ね備えたモデルのようです。価格はジャンク品で4400円。 CPU はセレロンの N3450 を搭載しています。そうです、しっかりとインテルが入ってる。 N3450 だと割と新しめなモデルですね。そしてここには M.2 のスロットもあります。おそらく2242のサイズでしょう。ざっと見破損はなさそうですが、ここのゴム足が欠品していますね。あと、ジャンク理由としてはこんな感じ。たまに誤動作しますというのと、バッテリーが作動しないという点。誤動作に関しては思うところがある。バッテリーに関しては劣化でしょうか。まあまずはちょっと汚いので清掃して、その後外観を確認していきましょう。まず、全体的に除菌アルコールティッシュで清掃していきます。天板や外装の素材は基本的にアルミ製ですね。結構質感は良さげ。軽く拭き終わったら天板センターの食べかけのリンゴの名残を剥がします。こういう時便利なのが風神速乾性のラベル剥がしですね。そんなに臭くないし、しかも早いので便利です。これ結構強力だしね。やりすぎるとクリアも剥がれるから少し注意は必要。ベタベタが大体取れたら、あとはざっと清掃。これで天板の掃除は完了ですね。続いては裏面。裏面も軽く拭き掃除。こういうの掃除して綺麗になるとちょっと嬉しい。ざっと拭いたら、あとは中のキーボードなどの清掃ですね。パッと見は綺麗だけど、なんか白くなってる部分がある。これはアルミの腐食なのかな？なんか全体的に白っぽい。とりあえず内部の掃除はこれ。無水エタノールを使用していきます。キッチンペーパーに無水エタノールをつけて、ざっと全体を拭いていきます。しかし、これが良くなかった。クリアが剥げたのか、もっと白っぽくなってしまいました。引き消を。これどうしたらいいのかな？もう塗装しかないかな？なんかアルミの腐食が良くなる方法があったら教えてください。次は液晶のお掃除。液晶は無水エタノールは良くないと教えていただいたので、水を少し含ませたティッシュで軽く拭き拭き、そして空拭きをしたら終了ですね。これで大体の清掃は完了ですね。それでは外観をざっと見ていきましょう。さて、まずは開いた状態はこんな感じ。角度によって白っぽさがさらに目立ちますね。マジでこれは何とかしたい。ゴロネ PC に使えたらいいなって思ってるから、このままでも問題はないけど、なんか微妙だよね。そういえばセレロンシールもしっかり貼ってありました。このセレロンはどのくらい使えるのであろうか。そしてキーボードは英字配列。欲を言えば日本語でお願いしたいところ。使い慣れてないから打っててわからなくなっちゃうんだよね。そして電源ボタンの場所が嫌すぎる。ここについてるノートパソコンって結構あるけど、位置がめっちゃ微妙だと思う。文字消そうとして電源ボタンをしちゃいそう。デザインを重視するなら本体横とかがいい感じ。そして謎の穴。これはマイク穴かな？こっち側にも穴が開いてました。多分これはマイクだろうね。そしてタッチパッド部分はこんな感じ。左下は左クリック。右下は右クリックの一体型タイプ。タッチパッドは押した感じはしっかりとしたクリック感。結構作りはいいのかもしれない。あとは液晶部分は少し縦長で、解像度は特殊みたい。最初はフル HD だと思ってたけど違った。右上には製品名が書いてありますね。この製品はラップブックっていうみたい。あとはカメラもついてますね。結構機能は充実してるかも。性能的に問題なければテレワークなどに使えますね。内部はこんな感じ。あと液晶下にもメーカー名が書いてあります。では外側を見てみましょう。外側の正面はこんな感じ。特に何も端子とかはないですね。ごちゃごちゃしてなくていい感じ。てかこの機種めっちゃ薄いんですよね。持ち運びには便利そう。そして左側面はこんな感じ。ここも端子は最小限ですね。リセット穴のようなものと USB と電源の入力。これしかないです。USB がもう一発あるといいんだけど、まあ中華の格安ノートだしね。そして裏面はこんな感じ。ヒンジ部分ってか背後のこの部分は黒くなってますね。
やっぱりモロマックを意識っていうかパクリスペクトしてるね。さすがにこの薄さだとランタン紙とかもないですね。そして右側面。右側面も左側面と同様端子は少なめ。マイクロ SD カードスロットとイヤホンジャック、USB 端子が一つとケンジントンロックのみ。ケンジントンロックいらないからもう一つ USB 端子を。そんな感じ。それで破外感も見終わったので動作確認をしていきましょう。それではまずは電源を入れてみましょう。スイッチオーン。何も反応ないですね。やっぱりバッテリーは死んでるみたい。では付属のアダプターを接続して電源を入れてみましょう。って言いたいところなんだけど、これコンセント部分が海外の仕様なんですよね。メガネケーブル部分を変えれば使えそうなんですが、少しこのアダプター使うのも不安なんですよね。ということで今回も安定化電源を使用していきたいと思います。12V2.0A って書いてあったのでそれで設定、接続しました。そしてスイッチオーン。あれ、つかないな。もう一回スイッチオーン。あ、なんか点灯しました。青いランプがつきましたね。お、メーカーロゴがつきました。よかった、電源も入らないのかと思った。そしてセットアップが始まりましたね。ここからは長いのでカットしてこの PC は果たして使えるレベルなのか見ていきたいと思います。その後に分解してバッテリーを見てみようかな。ということでキャプチャーに移ります。セットアップが終了したらまずはタスクマネージャーの確認。CPU はしっかりとセレロン N3450 で認識していますね。4コア4スレッドの CPU みたい。これなら動画鑑賞やブラウジングくらいはいけるかな?そしてメモリは 1600MHz の 6GB で認識してますね。4スロットすべて使用されてるからおそらくオンボードだと思う。ストレージは多分 60GB かな?これは少ないけど、ゲームとかできないだろうからまあいいかな。必要であれば M.2 を増設すればいいしね。でも、ストレージ速度を計測したら結果は散々だった。HDD よりは少し早いってくらいかな。そんな感じ。そして内蔵グラフィックスは HD500 ってやつでした。これはどのくらいの処理能力なんだろ?ざっとスペックはこんな感じでしたね。それでは実際使用してみましょう。まずはネットブラウジングをしてみましょう。ブラウザを開いてみます。回線速度は出てるんですが、やっぱり処理が追いついていないですね。これならスマホの方が快適な感じです。まあ、でもこのくらいならまだ許容はできるかな?試しにタブをたくさん開いてみます。ワンテンポ遅れたり処理が追いつかなかったりはしますね。それでもネットを使うくらいなら少し我慢ができれば使えます。では動画鑑賞をしてみますか。まずは YouTube のページの読み込みをチェック。おっそ、マジで読み込み遅いですねかなり時間がかかってますね。動画の読み込みはかなり遅い。これだとやはりスマホの方がいいレベルですね。動画のサムネイルが表示されるまで20秒といったところかな?もしかしたらストレージが遅いからって可能性もあるかも。でも CPU もやっぱり厳しそう。自分のライブ配信のアーカイブを見てみたんだけど、飼育した時に処理が追いついていない感じがありました。これだと動画鑑賞用としては微妙ですね。処理落ちもしてるしな。残念。一応シネベンチも回してみたんですが、やはりかなりスコアは低かったですね。シングルは46、マルチは126でした。インテルの第3世代のノート用 i3 より低い結果。あ、ダメだこりゃ。念のため R20 も回してみたけどベンチ終了まで1時間かかりました。スコアはやっぱりフルはないですね。ノート用のセレロン CPU、もう少し使えるのかと思ってました。やっぱりデスクトップ用とは違うね。それでは最後に分解をしてバッテリーを確認してみましょうか。そうだ、分解前に本当にバッテリーが死んでるのか確認ですね。アダプターを抜いたところ電源が落ちてしまいました。ちゃんとここはジャンクみたい。そして起動後バッテリーを見てみるとこんな感じ。バッテリーがありませんってなる。完全に死んでそうですね。ではジャンク箇所の状況も確認できたので分解開始。よし、これで裏蓋が外れましたね。これ結構簡単でいいね。ってあれ?え?嘘やん。バッテリーのコネクタ外れてるだけ。
このコネクターをはめて戻してみたところ、普通にバッテリー使えた。注文したバッテリー無駄になった。終わった。ジャンク理由の誤動作っていうのはただ処理置きからの暴走だった。バットタブ出てきたりそんな感じ。やっぱり MacBook Air の方がいいよ。